13個の衛星画像13個は、青森県津軽半島北西部の日本海岸にある、喫水湖である。地元津軽地区では、13型とも呼ばれる。津軽国定公園内に位置しており、周辺自治体は、古所川原市、北津軽郡中泊町、津軽市である。周囲約30キロメートル、水深は最大3.0メートルに過ぎず、南方より岩木川が流入する。この川が、 日本海に向かう途中、サスによってせき止められ奇い湖となった。独特の高涼とした風景に囲まれている。特産物はしじみであり、新寺湖、小川原湖と並ぶ日本有数のしじみ産地である。しじみ漁については13漁業共同組合、リキ漁業共同組合がある。資源保護のために1日の漁獲制限や、金漁区金漁期間を決めるなどして、 大和しじみの資源維持に努めている。ジョレンを船で引っ張って取る。中世には日本海沿岸の交易港、十三港のあった場所であり、津軽地方の有力豪族であった安倍氏、安藤氏の拠点として栄えたが、近世以前に衰退した。資料は少ないが、1991年から発掘調査が行われ研究が進められており、実態が明らかになってきている。 この、十三港遺跡は、2005年7月に、国の史跡にも指定されている。また、大白鳥、小白鳥の虎一として知られ、十三個の白鳥として、県の天然記念物に指定されている。十三個や十三港の名称の由来は、日本海と湖の間にあるさすに十三の集落があった、十三の川が流入しているなどのほかに、アイヌ語で、湖の傍らを意味する。 と、佐に由来するとの説もあるが、詳細は不明である。なお、南方にある十二湖とは、無関係である。しじみ丼としじみ汁、港屋にて、しじみラーメン、と、さやにてしじみ生産は遅くとも、明治時代に始まり、島根県の新寺こと、日本一を競う漁獲量を誇り、2016年12月に、十三、古山山としじみとして、 地理的表示保護制度に登録された。13個周辺の店では、特産物のしじみを使った料理や加工品、アクセサリー、様々なお土産品などが提供されている。主なしじみ料理として、しじみラーメンやしじみカレー、しじみ丼、しじみ握り寿司などがある。また、13個ではしじみの禁料区及び禁料期間が指定されているが、中の島ブリッジパークなど、 湖北側の一部が一般開放区域に指定されており、定められた時期及び時間帯に限り1袋300円でしじみ取りをすることが可能である。なお、しじみ取りはすでのみで行い、一般開放区域外での採取は関係法令により罰せられるので、取る場所などは事前によく確認する必要がある。13個西側の13地区から発見された中世の公益港、 13港に関する遺跡。中野島遊歩道橋13個に浮かぶ小島を利用したパーク。小西岸とは中野島遊歩道橋で接続。パーク内には宿泊施設や文化施設があり、これらの施設は毎年12月から3月には冬季休業となる。なお、島内からは奈良時代の遺跡が発見されている。13個周辺には中世に 13戦謀と呼ばれる神社仏閣群があったと伝えられている。また実際に宗教遺跡や定跡などが今に残っている。これらは同時代に栄えた安藤氏の本拠地とされる13、港に近いことからその影響下にあった可能性があり、同氏との関連が指摘される遺跡以降もいくつか存在する。なお、下記の13地区、 愛内地区はいずれも現在の五所川ら市に位置している。13個西川の新名宮ここでは、13個西部に、浮かぶ小島、中の島ブリッジパーク付近へのアクセスを掲載する。なお、五所川原駅方面から来た場合、13南口、バス停あたりよりかつて13港のあった場所となる。ありがとうございます。